されつつありますけれども、だいたい115ぐらいのケースが知られているわけです。で、この中で実際に私たちの、に必要なのは全部必要なわけでもないし、自然界にあるケースの数というのは限られている。ここで1ミリメートル以下、そんな小さい粒だったんです。で、この時にエネルギーがこう狭い空間に伝わっているで、ということはどういうことかというと、137億年前に私たちとか海の周りの人、あるいは太陽とか月とか全部同じところにあったわけです。137億年前、全部のエネルギーがこれが物質になったわけじゃなくて、その4%しか物質にならなかった。で、残りの 90% 以上は、なんか正体がわからない暗黒エネルギーなんて名前がついてる、そういうもののままで、現在も分かってないわけです。星ができた。で、星ができるということは、高温と高圧がさらに発生して、で、鉄までの元素が、で、なぜ鉄までしかできなかったコバルトとかニッケルとかいっぱいあるんじゃないかと言うんですけれども、それはエネルギー、鉄が一番安定な元素で、それ以上安定なやつは不安定なのでできない。で、もうちょっと高い温度あるいは高い熱が必要であったわけです。で、そこで超新星爆発という、さらに第二の爆発のような現象が起こって、それで核融合が起こって、で、ウラン92元素までができたわけです。で、天然にある元素はこのウランまで近い。で、あとの、20ぐらいの元素は全部人工的に作ったものです。で、天然には92番目ぐらいの元素しかない。で、この92番目の元素が全部必要かというと、そうでもないわけです。で、その体の中に入る前にですね、宇宙にある元素の比率ですけども、水素がやっぱり多いわけね。で、2番目ヘリウム、この水素とヘリウムがもう大体98% ぐらいしかない。で、これは初期の宇宙の姿をずっと今でも見られているわけです。で、残りのこのリチウムからウランまでが 1.9%で、 1.9% だけども、その種類が圧倒的に多いから、私たちの地球
球とか環境、あるいは岩石とか体、なんかそういうものが わずかな物質によって、構成されています。で、地表面では一番、地球の中で一番多いというのは、地球の表面ですけれども、これは酸素、ケイ素、いわゆる岩、岩石の成分であります。あるいは金属としてはアルミとか鉄なんかも結構あるわけです。で、こういうことを調べたのはクラークさんというアメリカ の出てきた宗教の一部ですけれども、この影をつけた原則で、だいたいだといって、30種類ぐらいだ。で、細胞元素とか微量元素、あるいは量が少なすぎてあるか必要であるかないか未だにはっきりしないような元素もありますけれども、だいたい30種類ぐらいの元素があります。で、私たちの体の中にある元素ですけれども、これは炭素が一番多い。で、炭素、こういうものは炭素が多いのは水。私たちの体の大体6割から7割くらいは水でできています。で、これはで年とともに水の割合が出てきて、で、シワっぽくなったりとかいうことがありますけれども、炭素が一番多い。で、炭素、水素、窒素、これも多いという、これは生物に固有の元素になるから、こういうことになるわけです。で、多様元素というのが体の中には作っている元素の 99% はここに挙げた6つの元素で占められます。で、じゃあ少量の元素、これは硫黄、カリウムで、皆さんナトリウムとかですね、だんだん量が減って、硫黄なんかでも髪の毛の成分になったり、あるいはエチオニンとかシスペインとかタンパク質の成分、それがだいたい140g ぐらいで、少量元素というふうに分類することがあります。で、それがだいたい 0.7%、 意外に少ないわけです。で、微量元素、バリウム、スズ、こういう元素、でもこういう元素は一体あるんだけれども何をしているのかということはあんまりよく知らない。